ゼホロプテルスは白秋前期に生息していた翼竜。学名は、ネッカの翼という意味である。短い首や、短い手首の骨、甲子の、第五子が、とても長いなど、ランフォリンクス類の特徴を持つ。ランフォリンクス類は、尾が長いのが特徴だが、その中でも尾の短いアネログナトゥスカに属する。翼開長90センチメートル。頭骨は、前後の長さよりも、 左右の長さの方が長い。また、前肢のカギ爪がとても長く、講子の爪の1.5倍もある。体毛は、羽毛恐竜のシノサウロプテリクスの羽毛に似た羽軸の内線以上の構造をしている。講子の指と指の間に膜があり、魚のヒレのようになっていた。また、両角に小さな歯があり、昆虫を食べていたと考えられる。ゼホロプテルスは内モンゴルジチクネ以上の 道トラミゾ層から見つかっている。道トラミゾ層は明らかに、熱化層群よりも時代が古く、全熱化生物症と言われている。保存状態の良い、翼の繊維や首から胴体、王にかけて体毛が残っている化石が発見されている。卵化石、香港科学館にて、分類学上、現在のところ未整理の階級、階級未定の分類群、以下同様、 デイビッド・アンウィン監修、世界最大の抑留点朝日新聞社59ページ、デイビッド・アンウィン監修、世界最大の抑留点朝日新聞社71ページ、ありがとうございます。